大相撲七月場所2日目15日愛知ドルフィンズアリーナ脊髄損傷首の大怪我から29歳の炎鵬伊勢ヶ浜奇跡の復帰7場所連続球場だった各界屈指の人気力士が序の口13枚目からの再出発とカムバックを果たすとまだまばらな観客席から大きな歓声が上がった映像涙出てきた 大歓声に迎えられる炎鵬2023年5月場所で脊髄損傷の大形が多い、一度は寝た霧状態になった炎鵬が最も低い番付から再スタートを切った。呼び出しが炎鵬のしこなを呼ぶと炎鵬は鼻を何度か触りながら呼吸を整えゆっくりと土俵に上がった。その間、客席からは歓声が響いていた。 この日を待ち望んだファンの前で迎えた若手の序の口14枚目、清水海、堺との一番では、立ち合いから立ち合いから真っ向勝負を挑んだが、清水海に上手出し投げで敗れた。復帰戦は黒星に終わったが、取り組みが終わると、館内には温かな拍手が鳴り響いていた。脊髄損傷、首の大ケがアスリートとして復帰することはもちろん、 日常生活にカムバックするのだって、決して簡単な道のりではないことは想像に難くない。それでも遠方は地道な努力を重ね、再び力士として本土俵復帰を果たした。167センチ、100キロの小兵は、多彩な技と力強い取り口で、再びファンを魅了してくれることだろう。コメント欄には泣ける、涙出てきたわ、という声も届いていた。アベマ大相撲チャンネル。